食べるだけで寿命が伸びる理由は果物の菌にあります。便通はちゃんとしとかなあかんねんな。ガンなったりすんねん。だって便秘でガンなったら結構やばいですよ皆さん。始まりましたフルファミチャンネル、こんにちは、あやです。本日は食べるだけで長寿になれる無敵の果物についてお話ししていきたいと思います。これを知ればあなたも長生きですよ。フルファミチャンネルでは果物で家庭に笑顔と感動をお届けするためにフルーツの美味しい楽しい情報をお届けしています。チャンネル登録がまだの方はぜひフルファミファミリーになってくださいね。今日の内容は先に結論を言います。食べるだけで寿命が伸びる理由は果物の食物繊維にあります。はい、食物繊維は大きく分けて2つの食物繊維があります。1つ目は水溶性食物繊維、2つ目は不溶性食物繊維。はい、もうこの時点でむずいです。水を含んでるか含んでないかって感じなんかな。多分水溶性食物繊維は粘着性により胃腸内をゆっくり移動するのでお腹が空きにくく食べ過ぎを防ぎます。糖質の吸収を緩やかにして食後血糖値の急激な上昇を抑えてくれる働きがあります。ということは水溶性食物繊維はダイエットとかしてる人にいいんやろな。多分そう、あんまり食べたくないみたいな人は多分水溶性食物繊維が豊富な食べ物を食べたらいいと思います。不溶性食物繊維は胃や腸で水分を吸収して大きく膨らみ腸を刺激して活発にし便通を促進してくれます。あ、ってことは両方いいんや。両方の食物繊維が良くて、不溶性はでも似たようなもん、似たようなもんではないか。あ、だからこっちは不溶性はめっちゃうんち出るよって、腸の働きがめっちゃ活発になるんですね。水溶性は別にそんなんじゃないけどお腹すくのが、あ、お腹をすきにくくするみたいな感じなのかな。なぜ果物の食物繊維を取ると寿命が伸びるのかというと、食物繊維を取ることによってあらゆる病気のリスクを減らしてくれるからです。逆に食物繊維の摂取量が不足すると腸内環境の悪化によって便秘になりやすくなります。あ、腎になったり大腸がんのリスクが高まったりします。また糖尿病などの生活習慣病のリスクも高くなったりします。やって、すごっ。あ、だから食物繊維だからあれやんね、フルーツグラノーラとか食べてる人めっちゃ多いじゃないですか。だからやっぱ便通はちゃんとしとかなあかんねんな。ガンなったりすんねん。だって便秘でガンなったら結構やばいですよね皆さん。そう、ではどのくらい食物繊維を取ればいいかというと、厚生労働省の日本人の食事摂取基準2020年版では、女性 18g 以上、男性 21g 以上、これは、18歳から64歳までの男女の場合です。と食物繊維の1日の摂取目標量として定めています。でもそれがどんなもんなんかは分かんないですよね。ということで、グラムを言って分かりにくいと思うので、ここで、食物繊維が豊富な果物を紹介して、どれぐらい食べればいいか紹介したいと思います。食物繊維が多い果物はこちらになります。多分こっち出てる。ブルーベリー、干し柿、イチジク、アボカド、レモン。レモンは 100g 中ということです。水溶性食物繊維が 2.0g、 不溶性食物繊維が 2.9g で、合わせて 4.9g の食物繊維があります。レモン1個の平均は 120g になります。で、アボカド 100g 中、水溶性食物繊維が 1.7g、不溶性食物繊維が 3.6g、合わせて 17.6g の食物繊維があります。アボカド1個の平均は 150g なので、食物繊維を摂取するには多分ちょうどいいというか、いい感じの、1個でうまいこと目安になるよって感じですね。イチジクは、100g 中が水溶性食物繊維が 3.4g、 不溶性食物繊維が 7.3g、 合わせて 10.7g の食物繊維があります。イチジク1個の平均は 60g やから2個ぐらい食べたらいいんかな。まあちょっとオーバーするけどって感じなのかな。干し柿は 100g 中水溶性食物繊維が 1.3g、 不溶性食物繊維が 12.7g、 合わせて 14g 食物繊維があります。あ、じゃあ全然足りてないんか、1個じゃ。違うんかな。なんて言いましたっけ、私。女性は 18g やから、これじゃ、干し柿も 100g 食べても間に合わへんな。
ブルーベリーは 100g 中、水溶性食物繊維が 3g、不溶性食物繊維が 14.6g で、合わせて 17.6g の食物繊維があります。やから、ブルーベリーやったら 100g 食べたらちょうどいいってことよね。100g も測らなあかんなってなるな。1パック100g 絶対ないんかな、あるんかな。ブルーベリーって結構軽いもんな、絶対。もう測ってください、100g。これらの果物は特に食物繊維が多い果物を紹介しました。結論、他の果物にもたくさん食物繊維が入っているので、好きな果物を食べましょうってなってますね。でもほんまにその通りやと思う。果物はとりあえず、なんか、私は結構、週に1回とかここに来るんで、果物をそこでパッて買って、ほんで、こう、ちまちま食べるから、結構目の前にあるものを、イエ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 イって食べてるけど、多分結構それでも体には絶対いいと思います。果物はほんまに体にいいって今までほんまにいろんなことところで紹介してきたけど、ほんまに体にいいやなって思う。食べといて損は絶対ないんで、皆さん好きな果物を食べてください。それでは今回の動画は以上になります。フルーツファミリーは大阪此花区千鳥橋駅から徒歩3分、ほんまに駅からもう見えるぐらいの場所にあります。お近くの方はぜひ来てください。遠方でお店に来られないという方もご安心ください。厳選した新鮮なフルーツを概要リンクから注文できます。ぜひ一度お試しください。ではフルファミファミリーの皆さん、まったねー。